ギボ先生 2! ギボ先生ご覧の皆さん、はいさい。さあ、今回はですね、エイサーをかっこよく踊るコツ的なやつをやりたいと思っております。まあ、その沖縄の、まあ、夏のね、旧盆の時期の、まあ、風物詩伝統芸能なんですけども、まあ、最近はもうその夏に限らず、あの沖縄のその観光施設とかいろんなとこ県外でもね、エイサー大会、エイサー祭り、新宿エイサー祭りも有名、大阪にも大正区のエイサー祭りありますけども、もう世界中でね踊られてるこの沖縄の代表する芸能の一つエイサー、今日はね、叩きたい、やってみたい、挑戦してみたい、興味あるという方のために、ちょっとねこの回を企画しました。エイサーを楽しくかっこよく踊ろう。さあ、特別講師が今日は来てくれております。この方でございます。みよさん、さあ、お久しぶりです。みよさん、さあ、大城健太郎さんこと健ちゃんです。まあ、エイサーのやり方を、まあ、いろんな、ね、あの団体ありますし、いろんなこの創作エイサーとか、まあ、伝統的な青年会のエイサーもありますけども、まあ、健太郎さんもね、そうなんですね、地元でやってますので、はい、初めてとかね、エイサーのことをあの知らない方、気になる方もいると思うんで、まあ、その太鼓の持ち方とか、まあ、あの足とか手の動き方とか、もしあるんだったら教えてください。はい、僕がやってるというか、まあ、いろんな本当にたくさんもう分からないところにも団体、まあ、世界中にも団体あって、それぞれの良さもあると思うんですけども、まあ全体的に見て、うん、こうあったらかっこよくはないんじゃないかなっていうようなことを、うん、こうだったらちょっとかっこよく見えるんじゃないかなっていうところにポイントを当てることはできるかなと思います。うんうん、大事だよね。ですね。太鼓の叩き方とかですかね、まずは。はい。バチを回すと思うんですけど、まあいろんな回し方があると思うんですけど、まあこうだったりとか、例えば今まで見たことで、例えばこうだとか、いろんな回し方があったりすると思うんですけども、肘ですね、一番は。肘。肘が、例えば回した時の肘が、下がってるとカッコ悪いかなと思いますね。あ、これはちゃんと上がってる、肘は下がらないとかがカッコよく見えるポイントじゃないか。確かに下がりがちかも。疲れてきたら特にね。これよりはこっちのカッコいいんじゃないかなとか思ったり。ここの角度だね。そうですね。この肘が下がったらちょっと良くないかなと思ったりしますね。で、叩くときは叩いたら、まあ、いろんな団体があってこうやったりとかいろいろあるんですけど、まあ、しっかり叩いたら止まってたらかっこいいんじゃないですかね、多分ね。お、止まるにしても、例えばここで止まるとかいろんなところで止まると思うんですけど、例えば流れちゃうとかというよりはしっかり止まるっていうのがかっこいいんじゃないかなって思います。なので、まあ、まあ回してポイント1の肘でしっかり叩いた時に止めるですかね。これがまあポイントじゃないかな、叩く時のポイントじゃないかなと思います。確かにこの叩いた後って、叩いて終わりと思って、手をこうバチを流したりする人多いよね。はい、そうですね。叩くまでが所作と思ってるけど、叩いた後の止める、これ確かに大事かも。はい、もうもしかしたら小さな子供たちももしかしたらエイサーやりたいけどとかって思ってるかもしれないですけど、うん、これを例えばお父さんお母さんが教えてあげたら、お父さんお母さんの株も上がったりするんじゃないかなと思います。株の話もね。株。手に関してはこんな感じですかね。うん、手の動きはこのポイントはこの2つ。あとは足ぐらいですかね。足いってみよう。足もそれこそ例えばいろんな上げ方があって、はい、まあこういう上げ方もあれば、うん、肩幅でこういう上げ方があったりとかすると思うんですけど、うん、どっちにしても足が上がってなかったらよろしくないんじゃないかな。ああ。ちょっと。かっていうよりはしっかり上げると、うん、こうよりはまあこれならかっこいいんじゃないかなと思うんですけど、うん、こうですね、ぽい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 んじゃないかなと思いますね。あんま長くないですよ、足。あんまり足が長くないので大きく見せるためにどうやろうかなと思って、まあこんなやつ上げてたんですけど、なんかもう長くとか大きく見せるために足めっちゃ伸ばして上げるとか、うんうんうん、なんかはい、いろんなことやりながら、はい、まあ、足はこの1つですね、うん、まあ、結構上げるという上げた方がいいと思います。低すぎず、低、そう、下げ
ちょっとダラダラして見えちゃうんでね、うんうん、まあ、しっかりと上げた方が、まあ、かっこよく踊ってる感じになると思いますね。これ今の足と手の動きちょっと合わせて、まあ、こういうパターンがあったりとか、あとはこうとかですかね。いやでもまあこの両方の動きが結構合わさるとこれっぽいですよね、まあ、足と手 の、そのなんかその組み合わせとかねリズムの取り方はやっぱりそんな簡単にすぐは習得できないし、まあ、曲によってそのまあ速さも変わってくるし太鼓 の、そのダンダンとか2回打つ3回打つ4回打つとかいろいろこうあれは決まってくるんですけど、はい、まあ、この基本的にこの手をねあのこう上げるそしてこう叩いたと止めるとかそれは本当にこう見てて綺麗ですし大事なポイントかもしれない、はい、まあ、初めてエイサーをやってみたいっていう人に対してのポイントで、まあ、紹介させていただけるかなって思います。こんな感じですかね。はい、今日の義母先生は、まあ、エイサーをかっこよく踊るコツちょっとやってみました。まあ、ケンタロウ先生ね、はい、いろいろ教えてもらいましたが、まあ、その地元のね、はい、あの青年会 の、あの方たちのまたやってるそのかっこいい踊り方とか、まあ、創作エイサー創作エイサーのかっこいい踊り方みたいなのはあるんですけども、まあ、やっぱりね、今言ったポイントとかはどちらにも通ずるかなと思います。ぜひねエイサー沖縄夏いろんなところでやってますんでそれも踏まえて見に行ったりできればね参加する場所もありますんで参加してみて太鼓なんかも叩いてみてください。今日の特別講師は大城健太郎先生でした。健太郎先生ありがとうございました。ありがとうございました。